はい、皆様こんにちは。本日も全面展望 JR 宇治線を、やっていきたいと思います。はい、本日はこちらの稲荷駅から富士の森駅に向かって、電車は進んでいきます。はい、全面展望、はい、こちらはね、先頭車両からね、まあ、ただただ動画を流しているだけっていう感じなんですけどね。まあ、本日はね、稲荷駅を出まして富士の森駅なんですけども、まあ、富士の森駅といえば、特にはそんなね、ないですけど、まあね、富士の森っていう地域はね、まあまあ、基本住宅街なんですけども、まあ、京都でもね、有名人がね、結構ね、富士の森からね、いっぱい出ているっていうね、ことで、まあ、ちょっと気になる方がいらっしゃいましたらね、こちらの富士の森、じゃあ京都富士の森有名人とかでね探していただいたらね、結構ね京都の有名人は富士の森から出てるっていうね、まあまあ多いですね、特に富士の森は。はい、まあ、こちらはねどんどん電車は走っていきまして富士の森に向かってるんですけどね、結構こちらね山の中を走るんですよね。こちらの電車山の中、まあまあ住宅街なんですけどね、結構高台の方を走ってましてね、まあまあ何があるかというと何もないですね、特には。はい、まあこう住宅街をね、まあ淡々と走っていく感じになりますね、今回は。はい、もう間もなくね富士の森駅が見えてきますね。富士の森駅ね、やっぱ乗車の方がね学生さんが多いですね、こちらの駅は。京都教育大学がここの近くにあるんでね、その大学生さんがよくねこちらの駅をご利用になられてるんじゃないかなと思いますね。はい、あとねこちらね富士の森駅まで、京都駅から富士の森駅までは一応2両編成でねこちら走ってるんですけども、この富士の森よりもね宇治側になりますと単線になるんですよね。だから結構ねこの富士の森駅でね、なんていうんですかね、電車待ち、到着してても向かいの電車が来るまで、電車が来るまでね出発できないよみたいな感じになってね、ちょっとイラーとすることがありますね、こちらの駅は。はい、それでは到着いたしました。はい、そしてこちらが JR 富士の森駅となっております。こちらの名所といたしましたら、やっぱ富士の森神社が有名ですかね、この辺りでしたら。まあ、何が有名かというとこちら、はい、馬、はい、富士の森神社はね京都ではもう有名な馬の神様がね、祀られてまして、はい、まあ、この馬にちなんでね、まあ、富士の森からね京都競馬場、まあ、淀にあるんですけども、こちらが結構近いんで、まあ、競馬好きの方、またはね競馬の関係者、または騎手が結構こちらのね富士の森神社に来られるようでして、まあまあ会ったことはないんですけどもね、まあ、自分もよく富士の森神社たまに行きますんで、はい、まあ、競馬好きの方はねぜひともね勝ち運つけるためにねこちらの富士の森神社一度寄ってみてはいかがですかね。まあ何があるかというと、まあ、競馬に関するもの結構ありますね。はい、あと競馬 の歴代の馬のね有名な馬のなんかこう写真みたいなもの確か載ってましたね、富士森神社は。まあまあ一応競馬好きの方は一度お越しくださいませ。そして電車は富士の森駅から、稲荷駅に向かっております。はい、こちらね帰りの電車でね今回稲荷駅なんですけども、まあ、おすすめの店とかをねちょっと紹介しようかなと思いましたけども、稲荷駅ってねもう観光地でしてね、まあ、お土産屋さんとかでいろんな飲食店いっぱい並んでるんですけどもね、これといったおすすめってなるんで、まあ、稲荷駅、まあ、伏見稲荷の中になんですけども、まあ、この辺じゃ珍しいと思うんですけど、おすすめの焼き鳥、そういうものがあるんですよ、伏見稲荷駅におりまして、ちょっと入ったところですね、伏見稲荷大社をするとね、まあまあ飲食店ちょっと並んでて、そこに
スズメの焼き鳥があるんですけども、まあ、こちらがおすすめというか、まあ、自分食べたことないんですけど、まあ、一応観光目的で来られた方はね、まあ、一応どんな味か、ね、ちょっと食べてみてはいかがでしょうか。はい、まあ、あまり期待、まあまあ多分そんな美味しいとは思わないですよね、普通の人は。焼き鳥の方がうめえよってなるかもしれませんけども、まあ、そういうね変わったものを食べるのもね、とか旅行とか旅に出た時のね楽しみと思いますので、まあ、一度ご賞味くださいませ。はい、それじゃあ稲荷駅に到着いたしました。それではご視聴ありがとうございました。